そうです。Hello, how are you? How are you? Hi, thank you. How are you? I'm fine, thank you. And you? 見ないで見ないで、ちょっとすごいよ、本当に今回の斎藤は。あら、こんにちは。頑張ります。イエイ。ソイケソイヤソイヤソイヤ、ほらそこエロカメラマン、エロカメラマン。シャッフル早いですね。なんか最近踊るイレブンをここで撮ったような気がするんですけど、また11人ということで、なんかこうなんだろうな、11人で一番人数が多いんで、その迫力とかをですね、 PV だったりとかいろんなところで見せていけたらいいなと思います。はい、そうですね。なんかこう白の真っ白の衣装で、で白のセットでとか、こう宇宙っぽいセットですごく新鮮だったのと、なんかこう初めてのことが多かったので、結構いろんなものをドキドキしながらこうあたりこう見回してたんですけど、すごい楽しかったですね。
ですね、今日はねみんなテンションが高くてですね、めちゃめちゃうるさかったんですけど、一番今日初めに撮ったこう4人がこうやってなってるんですけど、なんかねいっぱい飛んでるらしいんですよ。まだわかんないんですけど、それは多分こう機械でこうやってくれると思うんですけど、そこが注目ですよ。そうですね、今回初めて人数、一番人数の多いところで、シャッフルをやって、でやっぱダンスとかもやっぱちょっといろいろ大変で苦労しましたけど、でもすごく楽しくできました。はい、で見どころはやっぱあのラインダンスをみんなで V の字になってやってるところとかも、もしかしたら見れるんじゃないかなと思うんで、そこも綺麗に揃ってたりするんで、ぜひよかったら見てみてください。はい、今回はちょっとかっこいい感じ、衣装もこういうスーツで、で踊りもちょっとかっこよかったり、曲もちょっとかっこよくて、なんかパシパシっと入ってるような感じの曲なので、なんだろう、うん、みんなキャラ濃くてね面白いんで、メイキングもきっと楽しいものになると思うので、ぜひ見てください。はい、見どころはですね、やっぱりダンスかな、全員でやるラインダンスとか、やっぱりこう皆さんもきっと真似したくなるような振り付けでもあるし、あとはこうイレブンウォーターはすごく笑顔ですごく歌える曲だと斉藤は思ってるんですよ。あとはそうですね、そのプロモーションビデオのこう設定がやっぱりこう近未来的宇宙に向けてのなんかメッセージ性もすごくあるので、なんかすごく不思議ななんかプロモーションビデオが撮れたんじゃないかなって思います。吉澤ひとみ、今日のイレブンウォーター、なんだっけ、リオライト撮影すんごく楽しかった。本当だよこれ、もうね PV を見てもらえば分かる。見た後か、これ見たでしょ、超楽しそうだったでしょ吉澤。もうね楽しかったんですよ。なんでね、そうだな、みんなに出会えたから楽しかったのかもしれないありがとう。こんな感じでこれからもよろしくね。こう曲だけを聴くと結構なんかこう元気で明るくて楽しいような感じの曲なんですけれども、 PV を多分まだ出来上がってないんですけど、映像で見る限りはこうその楽しいとかわーみんなでわーいっていう感じだけじゃなく、結構かっこよさも入ってるので、もう感想の振りとかもすごいみんなでバリバリ踊ってるので、結構私的には全部入ってるような感じがするんですよ。楽しさとかみんなでワイワイとかかっこよさとかいろいろ入ってるので、皆さん見て楽しんでください。お気づきの方もいるかと思いますが、なんとかおりん髪の毛を黒くして前髪を作りましたちょっとこう昔のかおりんっぽい感じとも言われたりとか、ちょっと若く見えるねって、10代に見えるねって言われたりとかして、ちょっとね嬉しいんですけども、こういう髪型はね普段まだしないし、お家でこう書き物する時ぐらいかな、こういう髪型は、ね、でもなんかこうつんくさんがかっこよくっていうので、決めてくださったみたいなので気に入ってます。そうですね、なんかすごい自分の普段見せないようなかっこよさを出せたような気がしますね。髪の毛もこういう風に普段絶対しないんですけど、一つ芝居でプロモーションビデオに出て、結構パンツルックなんですよ。11人が揃ってるところとかのダンスとかはやっぱすごい迫力だと思いますね。本当にこの曲はなんかすごいパワーの出る曲なんで、11人の力強さがかなり出てると思います。うん、やっぱりシャッフルのいいところは、モーニング娘。以外 のハロプロメンバーのみんなと一緒にですね、一つの作品を作ることができるっていうのがですね、すごく楽しいんですよ。こういろんな人が集まってできた共同作業っていうんですか、これはねちょっと本当に気合が入ってると思うので、完成がすごく楽しみです。